俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回話していきますのが、ちょっとショップの方を見ていきましょう。まあ、ショップのですね、まあ、お宝ですね。まあ、こちらの内容なんですけれども、まあ、今回そのガチャが、パックがですね、復刻されたわけじゃないですか。で、皆さんちょっとね、この中で、まあ、気になっている部分っていうのが、必ずあると思います。それが、まあ、どのガチャが当たりやすいのかっていうところですね。はい。で、僕はですね、まあ、その、今までその無限のね、試行回数を誇ってきましたので、まあ、やっぱりですね、どういう類のガチャが当たりやすくて、どういう類のガチャが当たりづらいかっていうのを分かっているわけなんですよね。まあ、冷静にガチャの方を見てますから、リスマラの方で。無料で回せる分ね、確率っていうのをまあ冷静に見ながら回せますんで、まあ、毎回そこら辺をお話ししているんですけれども、まあ、今回どのガチャが、どのパックがですね、一番いいのかっていうお話をですね、まあ、早速していこうかなというふうに思います。それではやっていく。まあ、早速やっていこうと思います。最初に言いますけれど、僕はね、多分、蝶々のマイパックが一番優秀かなと。なんだかんだ一番最初に、今ね、最新で実装されたパックが、まあ、一番優秀なのかなというふうに、思ってはいるんですが、まあそれをですね、まあ話していく前に復刻されたパックの方から話していこうと思います。まあ少し安いんですけどね、まあ、2つですね、安いんですけれど、まあ正直この安さはあんま関係ないですね。はい。仮にこれがですね、まあ40金券じゃなくて20金券でも、まあおそらく60金券のパックの方が美味しいと思われます。で、見ていきます。まず白染め忍者福袋、こちら見ていきますね。内容がまあこんな感じになってまして、81の天地玄武がまあ唯一の当たりかなといった感じですね。まあ忍者とかは別にいらんでしょう。いらんで別にね、まあ被ってもそんなね、いろいろチケットになるわけでもないんで、いらんかなというふうには思うんですが、ちょっと見ていきましょう。内容がですね、まあ81天地玄武進化版と戦法版があります。どちらも合わせて確率 0.35% ですね。はい。0.35% というとですね、まあ AK のグレンダスですね、今の光の意志のパックってリセマラできると思うんですけれど、まああれのね、AK のグレンダスと確率ほぼ同じですね。はい。全く同じとなっております。で、あのグレンダスですね、大体そのグレンダスだけで見ると、大体試行回数で言うと、まあ300回から500回ぐらい回したら、まあ1本出るような形ですね。どちらかが出るような形になってます。まあこのパックも300回から500回ぐらい回せば出るかなといった感じですね。はい。そう考えると結構皆さん、どう思いますか？苦しいなと思いませんか？はい。で、あのパックはですね、一応その体験の数が多いんで、体験のパーセンテージが結構低めになるんですけれど、こちら体験が少ないですので、やっぱ体験のですね、確率ってのは高くなってますね。はい。で、特に、まあ下の方を見ていくと、まあこんな感じでですね、まあ 4.6%、4.6%、9.3%、11%、11%で、高級タラシーバーが入っちゃってるんで、これで 14% 取られてるんですよね。まあ、だってダイヤもさらに入ってますんで、ダイヤが 17% と、ハズレの確率が非常にこのパック高すぎますので、まあ、やっぱり前から言っている通り、ハズレの確率と当たりの確率の比率で、まあ、当たりやすさっていうのは結構パックの方決まってきますので、まあ、このガチャの場合はかなり当たりづらいかなっていうのが、皆さんね、お分かりいただけるかなと、いうふうに思いますね。だってダイヤとトラシーバー、邪魔でしょ。あとハングライダーと M27 の神奈川のやつ、11% の体験。うん、これはちょっとね、多すぎますね。さすがに多すぎますし、その比率と比べても、まあ、11% とか 19% に対して 0.35%、合計して 0.35% ですけど、おのおので考えると 0.11% と 0.23% なんで、まあ、正直、まあ、ほぼほぼないものと思った方がいいですかね。まあ、これが、まあ、仮にですね、まあ、今回のその交換できるパックあるじゃないですか。まあ、あの中にあっても僕回しませんからね。うん。まあ、それぐらいですね、まあ、当たりづらいといったものになってますね。仮に光の石パックが減ってもこのパックじゃなくて、まあ、僕はね、夜の歌パックを回しと思います。はい。夜のタバックの方がですね、期待値が大きいんですよね。トレーニング勲章も入ってますし、まあ、体験も確率そこまで高いわけではないんで、まあそういうわけで、まあこのパックはまああまり魅力がないかなというふうに僕は思いますね。はい。まあ、次、世紀末戦士パックですね。こちらの方を見ていきましょう。こちらもですね、81天地玄武が当たりとして入ってます。まあ他にはまあその、福スキンと AK の部屋ですね。まあ AK の部屋はね、まあぶっちゃけ高級物資に入ってるんでそんなにいらんすよ。ね、世紀末戦士が今は当たらないスキンですので、これがどうしても欲しいなという人は回すべきかもしれません。リュックとかもこれ高級に入ってるんで、いらんすね。はい。で、あと、栄光武士勲章が一応入っているといった感じです。で、中身の確率見ていきましょうか。確率が、まあ、天地玄武合わせて、まあ、0.31% ですね。先ほどのやつより 0.04% ですね。確率が下がっているといった感じです。まあ、0.3% かなり低いですね。まあ、ほぼほぼないものと思っていいと思います。確率下の方を見ていきましょうか。そもそもこれ、A 級自体の確率が全部低いね。0.4% とか、0.2% とか、うん、A 級の確率が全部低めで、当たるものほぼこれ体験じゃない？うん、当たるものがほぼ体験になっちゃうね、これ。かなりこれひどくないか。栄光武士勲章 2% なんで、栄光武士
勲章すらあまり来ないといったガチャでしょうね、これは。体験 8% のダイヤ 15%、ダイヤパック 12% なんで、やっぱ体験が高すぎますね。かなり体験が割り食っちゃってるんで、これも回すかしないかなというふうに思いますね。はい。まあ、このガチャでできる、まあ、唯一のことは正規マス戦士が当たるぐらいで、まあ、それがどうしても欲しいとか、まあ、そういう場合でない限りは、まあ、こちらに魅力はないかなと思います。40金券でも、仮に試行回数が増やせても、まあ、言うてね、2回が3回になるだけなんで、そんな変わらんすよ。まあ、1回が5回になるとかやったらまた別なんですけれど、まあ、そうじゃない限りは変わらんですね。はい。で、次ですね、エンジェルの旅人バッグですね。もうこれはもうそもそもですね、欲しいものがないと思いますね。別にエンジェルの旅人欲しいなっていう、特別欲しいなって人はいないと思いますね。はい。で、まあ、その、P90 とオコノスキンもダイヤで買えるものなんで、これもまあ、特筆して言うことはないです。エンジェルニュートラルグッドと、まあ、車が欲しいなっていう人が、唯一買うべきなのかなっていう、まあ、バッグですね。はい。で、入ってる勲章はトレーニング勲章ですね。これちなみに1個です。はい。で、あと下の方にサッカーフェスとかも入ってますんで、まあ、かなり邪魔ですね。でも、個数が多いということは、やっぱりその、確率は分散するってことなんで、さっきのやつよりも、まあ、当たる確率は高いのかなと思います。ただ、まあ、当たりがうんちだって話ですね。はい。ちょっと見ていきましょう。エンジェルの旅人が、あれ、0.1% はすごいね。で、副スキンも 0.12% ですね。0.126% なんで、まあ、ほぼほぼ期待値としてはないと言っても過言ではないですね。合計しても 0.3% いかないんで、かなりやめだと思います。で、全体的に AQの確率も低いと、トレクンは 2% ですね、いつも通り。勲章 2% といった感じです。体験の確率が、体験でも 1% 台、でも 5% があるんで、 5%、5%、7%、10%、10%、22%、22% はでかすぎますね。これ多分回してもね、ダイヤしか出ないですよ、この割合だったら。もうほぼダイヤ、10連したらね、5回ぐらいダイヤでもまあ過言ではない、おかしくないっていうぐらいね。まあそういうパックなんで、まあこれはまあまあさっきのやつよりはまあいいかもしれないですけれど、当たりも弱いですし、まあ依然確率率的には微妙なんで微妙すぎんだろうって感じですね。はい。で、次ですね。フィールドクルーザー福袋ですね。まあ、唯一、まあ、ちょっとね、期待できるパックから、あと、復刻の中で、そういう風に思われている方いらっしゃると思うんですけれど、まず、フィールドクルーザーが 0.15%、クールビューティーが 0.3% となってますね。はい。副スキンは狙うべきものありません。で、体験の方の確率見ていくと、体験がどうなっとる？高いね。2.5% の体験がある。2.5% 体験、1.9%、2.5% で、経験値2倍カードが 3.8%。高えな、おい。高すぎるわ。で、3.8%、7.6%、7.6%。高いですね。で、ダイヤが 17% なんで、やっぱこれもね、ほぼダイヤばっかりですよ。回しても。ほぼダイヤか、体験しか出ないみたいなパックになってますんで。やっぱ比率が高すぎますもんね。やっぱ専属ガチャとかのいいところ、あとコラボガチャのいいところは、まあ、体験とか、そういうね、微妙なね、永久スキンが入っていても、まあ、せいぜいね、1点数%ぐらいでとどまっているところ。まあ、これが、その、金券が多く必要なガチャと、こういうパックとの違いになっているんですよ。まあ、僕は毎回ね、話していると思いますし、まあ、今まで僕も動画出してますし、いろんなね、YouTuber さんがパックを開ける動画とガチャを回す動画開けてると思いますが、明らかにその中身の違いっていうのがあるじゃないですか。まあ、ここで出たような確率の高いもの、体験とかダイヤが出やすいと思うんですけれど、まあ、その理由がそういう部分ですね。確率比率が高すぎて、当たりが全然出ないという部分がありますんで、まあ、これもいいように見せかけて、まあ、闇ですね、実際は。まあ、でも、無料パックとして配られたのであれば、まあ、ワンチャンね、回してもいいんじゃないかなと、いうふうに思いますね。はい。まあ、出ることはないでしょう。でも、フィールドクルーザー無料で出したら、運営からしたら困るんで、荒野運営はどうやらですね、フィールドクルーザー推しらしいんで、知らんですけれどね。フィールドクルーザー公式がいいよってなんか。で、そこからですね、まあ、新しく実装された蝶々のマイパック、こちらを見ていきましょう。まあ、こちらがこのようになってますね。まあ、銃スキンとか、まあ、車両スキンとかは入っていないんですけれど、まあ、副スキン、パラシュート、テーマがパック限定となってますんで、これまあ、この見た目のものが欲しいなっていう人は、ワンチャンまあ、回してもいいんじゃないかなというふうに思います。そしてまあ、パラシュートがオレンジ枠なんで、まあ、ワンチャンその、性能がいい可能性というのが十分考えられますね。まあ、2周年パラシュートとか、あれぐらいね、ぶっ壊れても全然おかしくないですし、形も似てますし、そこまでいかなくても、パラグライダーとか、それぐらいと同等か、それより少し強いぐらいの性能というのも十分に考えられますね。はい。テーマの純白な世界がね、後々価値絶対上がると思いますね。あの、昔ありました、KOF のテーマ、皆さん覚えているでしょうか？ KOF 第3弾の短い期間の間にあったガチャに入ってたですね、まあ、テーマあるんですけれど、ヒーローセンチュリーの女性バージョンとかが映っている、まあ、テーマなんですが、まあ、そのテーマが今結構希少価値高いですもんね。持っている人全然いないんで、持っとったらおーってなるような、まあ、そういうちょっと、
テーマスキーになっているんですけれど、まあ、そういう存在に今後この純白の世界もなってくるのかなというふうに思います。下の方を見ていきましょうか。トレ君が一応入ってる感じですね。トレ君これ2個入っとったら嬉しいんですけどね、表記上じゃわかんないんですよ、1個か2個か。あで体験の数が少ないんか、怪しい気もするな。どうだろう、ちょっと見ていきましょうか。純白の世界が 0.6% とかなり確率高いですね。スキンが 0.3% パラシュートが 0.7% なんで、この3つの確率がすごい高いですもんね。確率を全部合計したらだいたい 1.6%、1.7% ぐらいある感じなんで、かなり優秀なガチャなんじゃないかなとこちら思いますね。はい。でトレ君の確率も 5% なんで、仮に外れてもトレ君が量産できますから、まあ、このパックは悪くないかなというふうに思います。はい。でまあバラ 12% ダイヤ 37% で体験が 9% 4% 4% 4% とあるんで、まあここら辺の比率は高いですけれど、まあ、先ほど言ったようなパックと比べるとだいぶ比率的には当たりの比率が高いので、まあ優秀かなというふうに思いますが、まあワンチャンちょっとこれ見るにやっぱりダイヤの確率 37% ですね。まあ回しとってもほぼダイヤしか出ないぐらいのね、10連回したら全部ダイヤでもおかしくないぐらいの確率なんですよね。37% だったら、はい。まあこれもまあ闇っちゃ闇ですけれど、さっきのすべてのパックと比べるとまだいいのかなというふうに思います。100連ぐらいしたらまあワンチャンね、テーマかスキンかパラシュートどれかが1個当たるぐらいの、それぐらいかなと。まあ1.6% だったら試行回数的に言うと、少なくて30回、多かったら300回ぐらいで、まあちゃんとその3つのうちどれかが出るかなというぐらいになるかなと思います。ダイヤの確率が高いんでこの限りではないというふうに付け加えさせていただきます。はい、そういった感じですね。でここで専属ガチャの方もですね、一応比べていきましょう。いかに専属ガチャが優秀かどうかっていうのが皆さんにお分かりいただけると思います。はい、こちらは専属ガチャですね。まあ金枠が 2.1%、 オレンジ枠が 6% ですね。こちらはまあ当たりの確率ね、 0.06% とか 0.03% とか、まあだいぶ低いですけれど、こういう感じの比率になっているんですよね。だいたいまあそこら辺の確率からの、ちょっと一回下の方を見てみましょうか。まあどれだけ外れてもまあ 4%、4%、そして 2% ぐらいという風になってます。まあ 4% を基準にしましょうか。4% に対して 0.06% が存在しますね。はい。まあ 0.6% に対して 37% があるよりは、こっちの方が俄然比率としてはいいわけなんですよね。まあさらに前言いました、まあ銀玉のガチャが僕ね、すごい優秀だったって話をしたじゃないですか。まあ銀玉のガチャはまあ金枠のスカーが一番確率高くて、あれがね、0.6% あったんですよね。0.6% って言うと専属ガチャで言う、ここら辺の紫枠のスキンとね、まあ当たり確率同じなんですよね。ここら辺よく出るでしょう。ダイジャとか、クールサマーとかよく出ると思うんですけれど、そういうのとね、全く同じ確率、むしろちょっと高いぐらいだったんで、いかにあれが優秀だったか。そして、外れの確率、どれだけ高くても 2% 超えなかったんですよね。まあなんで、まあああいった感じのガチャが再び来た時、皆さんね、注目してみるといいと思います。そして、まあいずれ、いつかのタイミングで銀玉コラボ第3弾が来ると思います。まあ、大体ね、荒野行動はね、一度同じ作品とコラボしたら、3回目までは必ずするというですね。まあそういうちょっと法則があるんですよ。まあポプテピピカは置いといて、ポプテピピカはちょっと置いといてください。ポプテピピック以外は第3弾までやってますので、ワンチャンどっかで、まあ銀玉コラボ第3弾を穴埋め式にやってくると思いますが、その時にまた金券のガチャの方ですね、皆さん回しておくといいと思います。まあ車とかも出やすかったので、まあ金チケとかを増やしたいなって人も銀玉ガチャ回してですね、まあ銃の金チケとか、車の金チケですね、これを増やしていくこと、僕はこれをお勧めしますね。まあ今回わかることは、銀玉ガチャは、めちゃくちゃ優秀だったという部分です。はい、こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知の方をよろしくお願いします。ツイッターやってます。フォロワーしろと言われたらフォロワーしますのでよろしくです。 TikTok、ミリダム、そちらの2つやってます。ミリダムの方で全てのライブ取り行っておりまして、まあ、リセマラライブとかもやってますんで、リセマラの僕の恩恵得たい人はそちら来てください。そしてミリダムと YouTube コミュニティ欄の方でクラウンロゴや個人用アイコンのプレゼント作成企画をやっています。チェックしてください。よろしくお願いします。あと LINE の方で動画の通知や最新情報の方をお届けしておりますので、そちらもよろしくです。サブチャンネルでもぼちぼち動画上げてまして、料理動画などを上げてますんで、よかったらそちらも視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。